皆様お疲れ様です。パーソナリティのすみれです。コロナ禍でおうち時間が増え、一日中家の中にいることも増えましたね。働き方や休日の過ごし方が大きく変わる中、ストレス解消法が変わったという方も多いのではないでしょうか。今までは一人で出かけることのなかった方も、一人で出かけてみたり、一人でできることを始めてみたという方もいらっしゃることだと思います。そんな中で、一人でカラオケボックスでカラオケを楽しむ、いわゆる一人カラオケに挑戦してみた方も多いようです。今では一人でカラオケを楽しむ方もそう珍しくはなくなりました。2011年頃からは一人カラオケ専門店ができるようになり、今では街でもいくつか見かけます。今回はそんなカラオケについて語ったイギリス人のエピソードが話題になっていましたので、ご紹介いたします。カラオケというのはもともとは放送業界の単語で、星のオーケストラという意味です。歌番組などで生演奏ができないときに使用する伴奏曲のことで、一度録音すればリーズナブルに何度も使用することができて重宝されていたようです。そんなカラオケが一般に親しまれるきっかけは1970年頃だと言われています。当時はジュークボックスに伴奏を演奏させて、そのジュークボックスに付属しているマイクで歌うというものだったようです。ジュークボックスとは、内部にレコードを内蔵している蓄音機のような機械で、コインを入れると内蔵しているレコードから好きなレコードの音楽を聴くことができる機械です。この頃のジュークボックスは大型でしたが、カセットテープが発明されてからはカセット式のジュークボックスが増え小型化しました。そのため小さい店舗の多いスナックやバーなどでもジュークボックスを置くことができ、そこから浸透していったと言われています。ジュークボックスですので、今のように画面はなく、歌詞ももちろん流れてきませんので、歌詞カードを見ながらこれに付属しているマイクで歌うものでした。当時はスナックや宴会場に設置されており、お酒の席で使われ、大人の娯楽として広まりました。テレビモニターに歌詞が表示されるようになったのは、そこから10年後の1980年代とされています。映像が加わったことによって、今のカラオケに近い形になりました。さらに1980年代後半にはカラオケ専門の喫茶店やカラオケボックスが現れ、お酒の席だけではなく、カラオケを楽しむためだけの機会が増えました。そのことによって、学生を含む広い年代に広がり、カラオケで歌える曲も増えたと言われています。また家庭でもカラオケを楽しむための機械もこの頃に発明されたようですね。1990年代に入ると、音楽は様々な進化や発展を遂げ、カラオケで歌う人もみるみると増えていきました。21世紀になると、インターネットの発達により、通信しながらカラオケをしたりすることもできますし、歌う人に合わせてキーを変えて、さらにいろんな人が自由に歌えるように発展していきました。それでは次に、訪日したイギリス人が日本のカラオケについて語ったエピソードが話題になっていましたので、紹介いたします。イギリスの留学生がハマったカラオケの魅力。私はイギリス人の大学生です。イギリスでは単位を落とすと即退学になってしまうので、自分のレベル以上の大学に進学した私は毎日毎日勉強をしていました。私の周りの友人たちは毎週末クラブで遊び、放課後にスポーツを楽しんでいたりと、余裕のある学生生活を送っていましたが、私は勉強についていくことに精一杯で、あまりストレス発散もできません。約3ヶ月の夏休みも、
私は日本文化と日本語の勉強のために短期留学生として日本にやってきました。イギリスは日本と査証免除協定を結んでいるため、関西地方にある2年以上の留学生が対象の語学大学にも短期留学する許可がおりました。私のクラスにはさまざまな国籍の人がいましたが、一番多かったのは東南アジア系の女性で、ヨーロッパ系の学生はイタリア人の女性が一人だけと大変心細い環境です。そのイタリア人の女性は同じヨーロッパ出身ということで親しく声をかけてくれ、彼女の友人の日本の女性を紹介してくれました。ただ日本語は難しく、学校でもプライベートでも頭を使って日本語で会話するということは私にとってずっと勉強をしているようなもの。そのため一人下宿先で辛い気持ちを抱えることもありましたが、彼女たちは本当に私によくしてくれました。1週間も一緒に過ごすと、私は不安な気持ちが楽しい気持ちになっていることに気づいたのです。彼女たちと一緒に過ごした時間や連れて行ってもらった場所、一つ一つ全てがいい思い出になっています。そんな中で私が教えてもらい一番気に入ったのがカラオケボックスでした。カラオケはイギリスにもありますが、ほとんどがパブなどに設置されていて、酔っ払った人が好き勝手に歌うだけのものです。防音もされていないので、店の外まで酔っ払った人の歌声が聞こえてくるため、騒音公害になっている場合もあります。そのためイギリスではカラオケに良いイメージがなく、政府が行ったアンケートでも最も不快に感じる電子機器の1位がカラオケ用の機械です。そんなイギリスとは違い、日本では一つのグループに頑丈なドアでロックされた防音の個室があてがわれます。防音がしっかりしているので、部屋の外に歌声が漏れることがなく、食べ物から飲み物まで部屋に設置された電話で注文すれば運んできてもらえます。さらに驚くのはその利用料金です。イギリスにも実はカラオケボックスがありますけれど、利用料金があまりに高く、私たち学生が気軽に利用できるようなお店ではありません。それなのに日本のカラオケボックスは部屋代だけならば1時間で数ポンドで利用することができ、私たちのような学生でも気軽に利用することができます。私は初め人前で歌うことに抵抗があって、なかなかマイクを握ることができませんでした。けれどイタリア人の友達が私も知っている日本のアニメの曲を歌ってくれたりして、私を促してくれたのです。私もついに日本語の勉強になると思うことにして、思い切って一緒に歌ってみました。その時の解放感は今も忘れられません。イギリスにいた時から試験のことや勉強のこと、学校のことばかり考えて、良い成績を取ることばかり考えていた私は、自分が進んで学んでいるというのに、いつの間にかストレスを抱え込んでいたのかもしれません。イギリスでも友人とスカッシュをしたり、サイクリングをしたりしてきましたが、頭のどこかには成績のことが残っていました。そんな風に、わだかまった重たい気持ちが、この薄暗い部屋で気兼ねすることなく大好きな歌を大声で歌うことでパッと晴れたのです。歌うことに慣れていない私はうまく歌えてはいませんけれど、マイクを通すと不思議とうまく聞こえてしまうのも日本のテクノロジーの凄さなのかもしれないと思っています。その後、日本人の中には一人でカラオケに来る人もいると聞きました。日本のカラオケボックスに行ったことのなかった昔の私なら、その話を聞いて思い切りバカにしてしまっていたでしょうが、今は一人でもカラオケに行きたい気持ちがよくわかります。昼間学校で日本の文化を習い、
放課後は日本人の友人たちと生きた日本語を学び、そして週末には日本の歌を大声で歌うようになりました。カラオケと出会い歌えるようになったことで、遠い国に来たストレスや良い成績を取り続けなければいけないストレスも解消することができました。またカラオケで日本の歌を歌い、ただ短期留学するだけでは身につかなかっただろう日本語力を身につけることもできたのです。イギリスに帰ったら、友人たちに日本の文化や日本語を話すだけではなく、一度カラオケボックスに行ってみるのも悪くないなと思っています。イギリス人の体験談は以上のような内容となっていました。ストレス解消方法を発見できてよかったですね。日本ではお酒を飲んだ人も飲んでない人も、周りを気にせず思い切り大声で歌うことができます。防音設備がしっかりしたカラオケボックスがどこでも見つけられるのは、とても恵まれているところなのかもしれませんね。外国のカラオケ事情。日本で発達したカラオケは、外国でもカラオケという単語で伝わっています。2019年には東京の神田明神ホールでカラオケワールドチャンピオンシップスという大会が開催されています。これは2003年にフィンランドで開催されてから世界中で開催されてきたカラオケの大会です。ただカラオケ発祥の日本で行われたのは2019年が初めてだったそう。ちなみに日本からカラオケが海外に広まったのは1980年代の台湾で、カラオケボックスが流行ったことがきっかけと言われ、1991年には日本のカラオケ店が香港で第1号店を出店しました。現在北米やアジア圏では日本のようなカラオケボックスが普及しているようです。特に韓国や中国、ベトナムやラオスでは日本人向けではなくて地元の人に大変人気があり、ベトナムでは食事会の二次会は必ず老若男女問わずのカラオケ会になるそうです。こちらのカラオケ機会には日本の曲は一曲もないのだそう。日本人向けのカラオケボックスは中国やベトナムでは女の子がついてくれるお店であることが多いようです。それに比べてタイでは女の子がついてくれるカラオケ店や、日本のものと同じ形式のお店、一人用カラオケボックス、スナックのような雰囲気のお店と、さまざまな形態のカラオケボックスが普及しています。また先ほど紹介したイギリスでは、日本のように個人で歌う機会ではなく、合唱に便利な伴奏装置としても浸透しているようです。イギリスのホテルなどでは、食事を終えた人々がサロンでギター弾きを囲んで合唱をするという合唱の伝統文化があり、そこに新しい装置が加わった形になっており、日本とはまた違う発展をしています。日本から発展していったカラオケ、他の国々ではその文化に沿うように今も変化しているようですね。日本で生まれたカラオケが世界各地でいろいろな楽しみ方をされているのは興味深く感じます。海外旅行の際にカラオケボックスを見かけたら、飛び込んでみるのもスリルがあって、その国の文化を楽しめる素敵な経験になりそうですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。